Ouça minhas palavras. Eu sou Malenia, espada de Miquela. エンタープライズの乗り心地。クライブ、ちょいと頼みがあるんだよ。ウェイド卿に野菜の種を渡したくて。イーストプールは当面の間食料の確保が問題になるだろう。もちろんうちからも支援をするつもりだけど、ゆくゆくはあの村で食料を作らないと暮らしていけない。それに移住した者の多くはベアラーだ。彼らはこれまで自分たちの力で生きるってことをしてこなかった。生きていくために自分たちで行動するってことを学ばなきゃならないからね。作物を作る喜びと食物を得るありがたさを知れば、ベアラーたちも変わっていくんじゃないかと思ってさ。そういうわけでクライブ、イーストプールまで種を届けてもらえるかい？ああ、いいだろう。ありがとうクライブ。この袋にギサールの野菜の種が入ってる。ギサールの野菜ってチョコボの？ああ、この野菜は育ちが早いのさ。それに痩せた土地でもよく育つ。あの村で作物を作り始めるにはちょうどいいだろう。チョコボの大好物で知られてるけど、うちらが食っても美味しいんだ。ちょいと癖はあるけどね。そうだったのか。ついでに向こうで困ってることがないか、ウェイド教に話を聞いてきてもらえると助かる。私もできる限り協力するからさ、よろしく頼んだよ。ああ、わかった。食べ物を作ると言っても。おや、クライブ様、今日は何かご用でも？マーサからギサールの種の届け物だ。これはありがたい。今のイーストプールにもってこいの作物ですよ。この村もかつて小麦を育てていたようですが、すっかり荒れ果ててまして、種からの作り直しで困っていたのです。マーサが言っていた。ベアラーたちには自分の力で生きてほしいと。だからその種を使ってほしいそうだ。そんなことを。ここのベアラーたちはそのほとんどが保護されて間もなく移住してきています。マーサさんの言う通り、事細かな指示がなければ動いてくれません。そういう世界で生きてきたのですから仕方ないのかもしれませんが、それに今はまだ食料も物資も全て外に頼っている状態です。ベアラーたちも自分の力で生きていくという心構えになっていないでしょう。ギサールの野菜を育てることで彼らも変わってくれるといいのですが。ウェイド卿、奴らが動き出しました。やはりこの村に向かっています。くそ、これからという時に。とにかくみんなを集めてくれ。宿場の傭兵団にも救援要請を。はい、直ちに。
何事だ。先頃イーストプール周辺の警備中にアカシアの群れを発見したのです。それ以来警戒を強めていたのですが、ついにこの村に向かってきたようですね。アカシアどもか。奴らは村を囲むように複数箇所で群れを作っています。このままではここを守りきれるかどうか。村の者全員で戦うんだ。まさかベアラーも戦いに参加させるということですか。俺も手を貸そう。だがそれでも守りきれるかわからない。戦いに不慣れなベアラーたちとはいえ、全員で戦わなければこの村そのものを失うことになるぞ。わかりました。みんなに話してみましょう。皆さん、力を貸してください。敵はどこから現れるのか分かりません。みんなで守らなければイーストプールは壊滅してしまいます。俺たちに何ができる。どうせアカシアをおびき寄せる罠としてベアラーを使うんだろう。そうやって最後は捨てるんだ。ようやく自分たちの村を持てたのに。ならさっさと武器を持つんだね。ウェイド卿や私、それにシドはこれまでベアラーを助けて保護してきた。それはあんたたちに居場所を作ってあげたかったからだ。だけどここを、この村を手に入れた。違うのかい？イーストプールはあんたたちの村だ。家なんだ。自分たちのものは自分たちで守る。そうやってきた。辛いことがあっても大切なものを守るために戦ってきたんだ。いつだってね。それが人というものなんだよ。なのにあんたたちはいつまでベアラーをやるつもりだい？ここが自分たちの村と思うなら、生きていたいと思うなら、自分たちで守り抜くんだ。自らの手で人として武器を持ちな。おい、何を。武器をください。私はこの村で生きていきたい。イーストプールを、この土地を守りたいのです。私にも戦わせてください。私に武器を。そうだ、俺たちだって戦えるんだ。そうだろ。やれるよ。やってやるさ。イーストプールを守るぞ。ありがとう、マーサさん。うん、話は後だ。みんなのためにも私らが戦う姿を見せなきゃね。うん。ええ。頭数はなんとかなったか。あんたのおかげだ。私はあいつらの尻を引っ叩いただけさ。クライブ様、マーサさん、こちらの支度は整いました。作戦を教えてくれ。種火の守り手と宿場の傭兵団、そこにベアラーを加えた複数の隊を周辺に展開。全体守りを固めながらアカシアを村の中に誘導します。この村を戦場にするのか。はい。チリジリに戦っても
被害が増えるだけでしょう。守りに専念することで負傷者を減らします。戦えないベアラーは伝令として指示を運び、各隊が連携してアカシアを一箇所に集めるのです。そして適時持ち場を変えながら村の中に奴らを閉じ込めます。あとは我々で一気に叩くだけ。その作戦を遂行するには誰かが指揮しなければ。ウェイド教、あなたは後方に回り、この作戦の指揮を取ってくれ。奴らの相手は俺に任せろ。なるほど、やはりあなたこそ無鉄砲だ。来ました、アカシアです。アカシアが現れました。よし、では作戦通りに。いいな、誰も死なせるんじゃないぞ。立ち上がったベアラーたちの志を無駄にするな。この村を何としても守り抜くんだ。ロザリアの誇りを胸に。了解。クライブ様、どうかお気をつけて。ウェイド教も。それじゃ、私らも行こうか。いつでも行きますぜ。そろそろか。来い。守ってみせる。暴れ！おりゃ！ジバ！ハァ！ヘッ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 ！全部倒したか。クライブ様、大変です。どうした。リアンノン山道にアカシアの大物が現れたと知らせが。まずいな、宿場も近いぞ。ウェイド教、戦況は。戦いは続いていますが、山は越えたようです。あの数ならば我々だけでも対処できるかと。ならここを離れても大丈夫か。その大物は引き受けた。俺はこのままリアンノン山道へ向かう。ウェイド卿は周辺の敵を頼む。承知しました、クライブ様。どうかご無事で。
次は俺も戦います。やったか。イーストプールに戻ろう。それでアカシアの大物は？ああ、倒した。ありがとうございます、クライブ様。こちらも周辺のアカシアを殲滅しました。引き続き警戒は続けていますが、今のところアカシアは見つかっていません。当面は問題ないでしょう。なんとかなったか。よかった、イーストプールを守り抜くことができて。みんな本当にありがとう。何を言われるのです、ウェイド様。私たちが戦えたのはあなた方のまっすぐな姿を見せられたから。ウェイド様たちのおかげで守るということを実感できたのです。なんだか心に明かりが灯ったように感じます。ウェイド様、申し訳ありません。あなた方に何もかも押し付けようとして、これからは俺たちにも協力させてください。自分たちのものを自分たちで守るために、このイーストプールを、みんなの村を一緒に守るために。ええ、もちろんです。共に頑張りましょう。ここは私たちの村だ。これからもよろしくお願いしますよ、皆さん。ありがとう、ウェイド様。よし、村の整備を始めよう。そうだね、みんなで頑張ろう。ずいぶんと頼もしくなったな、クライブ様。私は思うのです、ベアラーたちが自分の力で立ち上がる姿、これこそエルヴィン様が見たかったものだったのかもしれないと。そう思うよ。
私はこれからもここで彼らと共に生きていきます。このイーストプールに生きる者として同じ志を抱いて。ようやく新しい村って感じになったじゃないか。おめでとう、ウェイド教。さて、私も宿場をほったらかしにできないね。そろそろ帰ることにするよ。マーサさん、本当にありがとう。うちの宿場とこの村、これからも助け合っていこう。ウェイド教、改めてよろしく頼む。はい、こちらこそ。そうだ、クライブ、あんたは後で宿場に寄ってくれるかい？届け物の礼がまだだったからさ。わかった。そうだ、クライブ様、覚えていますか？スティルウィンド・シッチの任務のこと。あなたにお供し、蛮族の調査に出向いたあの任務です。もちろんだ。あの時、クライブ様は強大なモルボロを相手に臆することなく立ち向かわれた。その姿に本当に心が躍りました。そして決意したのです。いつかあなたのような立派な騎士になると。あなたへの憧れは今も変わりません。ですが、これからはこの地を守る長としてあなたを追い続けようと思います。そうか、あなたはずっとロザリアの騎士なんだな。ウェイド教、イーストプールを、ロザリアを頼む。ええ、任せてください。クライブ様、さまざまなお力添えをありがとうございました。ではまたな。クライブ様、さまざまなお力添えをありがとうございました。これからはイーストプールの長としてあなたを追い続けようと思います。待ってたよ、グライブ。今回は本当に助かった。届け物どころかアカシア退治までやらせちまって。当然のことをしたまでだ。なら、ここまでしてもらった分の礼をするのも当然だ。さあ、受け取っておくれ。ありがとう、いただくよ。イーストプールは新たな村として歩み始めた。これからはきっと彼らも自分の力で生きていける。ああ、マーサのおかげだ。ベアラーが自分たちで考えて自分たちで動く。うちの宿場やあんたの隠れ家と同じさ。私らにとってみればこれもまた当然のことだろう。それにしても、ああやってベアラーが立ち上がる姿を見てるとシドとの出会いを思い出すよ。まったく最悪な出会いだったってのに。興味深いな、聞かせてくれないか。私はシドに会う前からベアラーを保護してた。一人でできる些細なもんだったけど、そんなある日あいつが乗り込んできたんだよ。この宿がベアラーの密売場所になってるだなんて因縁をつけてきやがってさ。まあ、こそこそとベアラーをかくまう宿なんざ、はために怪しく見えるのも仕方ない。いろいろあって誤解は解けたんだけど、シドは最後にこう言った。かくまってるだけじゃベアラーは自立しないって。だけど私も私で信念を持ってベアラーをかくまっていたからね。ムキになっちまって後先考えずに突っかかったよ。そしたら宿場中に響くほどの大喧嘩。
でもそんな態度が気に入られちまったのかね。そうこうしてるうちに私もシドの思いに共感して互いに協力し合うようになったんだ。あんたたちらしいよ。シドは自分の力でベアラーの不遇を変えようとした。かつてのエルウィン様もベアラーに対する意識を変えようと尽力なされてた。どちらも強い意志だったろう。だが意志の強さは時として自らに壁を作る。それが大きくなるほどことを成就させることも難しくなっていく。それでも俺たちはその意志を継いだ。そうさ、志半ばで倒れたとしても思いを継いでくれる人がきっといる。だからクライブ、安心して進んでいいんだ。まっすぐまっすぐ進んでおき。やってみるさ。さてと、信念を貫くにも意志を継ぐにも何かをなすには腹が減る。まずは今日村を守ってくれたみんなにうまい飯でも振る舞ってあげなきゃね。そうしてくれ。恐ろしい魔物が出たんだろう。フィリップのおかげでようやく目が覚めた。ああクライブ、一体どうしたら。ノースリーチが分裂してしまうかもしれない。何があったんだ。実は先日この町にオビトの賢人が戻ってきたわ。オビトの賢人。ええ、ザンブレクの祭りごとを取り仕切る御賢人の長だった人よ。その名の通り首都の姿勢を任されていたから、みんな今もオリフレム公って呼んでいるけど。その彼がどうかしたのか。オリフレム公がお触れを出したの。このノースリーチをザンブレクの新たな拠点にするって。彼は町の住民から財産を徴収、それを礎にここを軍の中枢にしようとしている。なんだって。私たちが話しに行ってもまともに取り合ってもらえない。あんな無茶な要求、住民を追い出したがってるとしか。兵士たちはどうなんだ。以前青く光る魔物が現れた時はフィリップがうまくまとめてくれていただろう。オリフレム港についているようね。もともと軍の上層部を失っていた彼らが指導者に従うのは理解できる。だけどお触れに納得のいかない住民はそんな兵士たちを敵視するようになった。いくら兵士がまとまったところで住民と敵対してしまっては意味がないわ。このままじゃ壁の内側と外側のひがみ合いどころか住民と兵士の争いになってしまいそうで。そんなことが。そうだ、もしかしたらクライブの話なら聞いてくれるかもしれない。あなたは青く光る魔物を倒して兵士たちからも信頼されている。そんな相手の意見なら彼も無下にはできないはずよ。クライブ、オリフレム校と話し合ってもらえないかしら。ああ、俺でよければ力を貸そう。よかった、ありがとうクライブ。まずはオリフレム校に会う必要があるな。彼は今どこに。訓練所にいると思うわ。わかった、行ってこよう。
五賢人の一人、オリフレム公か。話ができるといいが。おい、止まれ。なんだ、マダムのところの用心棒じゃないか。今日はどうしたんだい。オリフレム公がここにいると聞いた。彼に会わせてくれないか。今は住民を通すなと言われてるけど、きっとあんたなら問題ないだろう。この前町を助けてくれた恩人だ。少し待ってくれ。そうか、先日この町を救ってくれた腕利きの傭兵とは貴様だったか。改めて礼を言うぞ。それで私に何か用でも。この町をザンブレクの新たな拠点にするそうだな。ああ、そのことかね。よその者に話すことでもないのだが、貴様も町の行く末が心配なのだろう。だが今後のことは我々に任せておけばよい。このノースリーチからザンブレクは再建されるのだ。再建だって。この町は被害も少なく軍の設備もある。まさに再建のための拠点にふさわしい。ザンブレクはオリフレムに続いて自治領をも失った。コートとしての機能は今や皆無と言ってよい。そこでこの町を新たな拠点とし、ほど近いノルバーントリデを要塞とする。この一帯に堅牢な城塞都市を築くつもりだ。我々がこの町を守る。話に聞く青く光る魔物とてもはや敵ではなかろう。あの魔物は危険だ。いつ襲われるかもわからない。あんたは住民の財産を徴収しようとしているそうだが、そんなことはやめて彼らと協力して対処に当たるべきだ。民というのは誰かが導いてやらねば動けんよ。すなわち国を立て直すために優先すべきはその中枢。何よりも先に行政を整備せねば。彼らの財産はそのために使わせてもらう。何も搾取するばかりではない。国に使えるなら給金を出すとも伝えた。それなのに私が無茶な要求をして追い出したがっていると住民を先導する輩もいるようだが。この町は彼らのものだぞ。その通りです。ザンブレクの再建が大切なのは分かります。ですがまずは民を第一に考えるべきでは。サビーヌ、祭りごとには口を出すなと。お父様のやり方はただ彼らの反発を生んでいるだけです。国を立て直さずして何が民か。また民をないがしろに。そのような愚行、神がお望みになられると。お前に何が分かる。出直すとしよう。反発か。当の住民たちがオリフレム公のやり方をどう思っているかも気になるな。彼らの話も聞いておいた方がいいかもしれない。まずは壁の外側か。しばらくは夜の泊まりが面倒。また魔物が出ても。恐ろしい魔物が出たんだろ。おや、何かご入りよ。聞きたいことがある。オリフレム公についてあんたはどう思ってるんだ。その話かい。商人たちはみんな怖がってるよ。どうせ今度も真っ先に追い出されるのは
壁の外側にいる俺たちだろうってさ。ああいったお偉方が勝手してたせいで俺たちはこんな目に遭ってるんだからな。マダムがお偉方から守ってくれるって言うんなら喜んで支援するんだけどね。街が慌ただしくなっているようだが。ええ、オリフレム校が戻ってからは不満だらけ。好き勝手しすぎなのよ。ノースリーチにはマダムがいる。オリフレムや自治領とは違うんだから。彼女を随分と信頼しているな。マダムはこの町のことを考えてくれているもの。あの人はノースリーチの長みたいなものよ。何をお探しで？おすすめの品よ。はい、どうぞ。ちょうどだね。少しいいか。オリフレム校のことを聞きたくてな。まったく、とんでもない話だぜ。俺たちはずっとこの町で暮らして、これまで何とかやってきたんだ。いくら国の偉い人だからって、ここを好きにしていい理由にはならないだろう。俺はあんな人に従うつもりなんてないね。最後まで抵抗してやるつもりさ。こんなところか。次は壁の内側でも聞いてみよう。フィリップのおかげでようやく目が覚めた。一つ聞かせてくれ。オリフレム校のやり方についてどう思ってる？抵抗はあるよ。でもな、よそはどこも荒れてるそうじゃないか。みんなが救われるのが一番だけど、なかなか全部はうまくいかないもんだ。だったらオリフレム校が言うように、まずは国を立て直すべきじゃないかってね。そのために町を去れって言うなら、きっと仕方がないことなのさ。おい、あんた、さっきオリフレム校と何か話してたな。住民たちと協力できないか申し出ていた。彼にその気はないようだが、あんたはどうするつもりだ？もちろんオリフレム校に従うさ。ここの住民やマダムには恩義もあるけど、俺にも家族がいるからさ。国や町よりもまず家族を守らなきゃいけない。そのためならたとえ誰に恨まれようとしがみついてやるよ。私たちしばらくは夜の帳が面倒を見るわ。またそのようなくだらぬことを。お父様は何も分かっていません。町で噂を耳にしたんだが、オリフレム校はここを軍の拠点にするらしいな。あんたは彼の考えに従うのか？当然そのつもりだ。俺たちはザンブルク兵。彼に従わない理由はない。それにオリフレム校のお考えは広告を再建するためのもの。住民たちには悪いが、時が来たら分かってくれるだろう。そういえばフィリップはどうしているだろう。
ここにいたのか、フィリップ。あんたは確か、クライブとか言ったな。前日は助かったぜ。俺もちょうど例の魔物の偵察から戻ってきたところさ。それで何の用だ？オリフレム校のことを聞きたい。お前も彼のやり方に従うつもりなのか？正直に言えば悩んでるよ。ザンブレクの兵士としてはあの人に従うのが真っ当なんだろうけど。フィリップ、お前は以前ここはマダムあっての町だと言っていた。ああ、今もそう思ってる。悩むくらいならその気持ちに素直になればいい。そうだな、その通りだ。決めたよ。俺は俺の信念を通す。守りたいものを守るのに形なんて関係なかった。すまないクライブ、ちょっと用事ができた。また後で会おう。さて、状況は大体つかめた。一度イサベルへ報告に戻るとしよう。クライブ、戻ったのね。オリフレム校との話はどうだったかしら。ああ、実はザンブレクの再建、この一帯を城塞都市にするだなんて。青く光る魔物の脅威もある。強固な都市を作ることには賛同するわ。だけどここの住民をないがしろにするのは話が別。再建を願えばこそ、住民と協力できればより良い町にできるでしょうに。彼は国や行政があってこその民と考えている。そもそも協力関係が成り立つとは思ってないのだろう。町の様子も見てきたが、住民たちはあんたを慕う者が多いようだ。一方で兵士たちはオリフレム校に従っている。それぞれ意志は固いように見えた。やっぱり兵士だって自分たちの国を立て直せるとなればそう思うのは当然だもの。住民と兵士、町の分裂は避けられないのかしら。そうなったら、なった時だ。お前、その姿は。ああ、ザンブレク軍を辞めてきた。連中ごちゃごちゃうるさいから殉職扱いにしてもらったよ。フィリップ、どうして。俺はあなたにつくと決めたんだ、夜の女王。でもそれはオリフレム校のやり方に嫌気がさしたからじゃないぜ。ノースリーチのためさ。青く光る魔物の脅威は去っていない。こうしている間にもまた現れるかもしれない。奴らが町を襲ってきたらみんなの命が危ないからな。だったらまずは町を守らないと。マダム、俺たちならできるはずだ。クライブ、あんたと話して覚悟を決めた。俺は俺が今できることをする。もしもの時には俺も力になろう。今できること、私は町が分裂するということを恐れすぎていたのかもしれない。そうね、今は町を守りましょう。ありがとう、フィリップ。大事なことを気づかせてくれて。いいってことさ。さて、町周辺の警備を始めたいんだが、夜の帳の連中と相談しても構わないか。ええ、お願い。任せてくれ、マダム。ありがとう、クライブ。あなたやフィリップがいてくれるだけでも心強いわ。私も今できることをしながら
オリフレム校との話し合いも続けてみる。何かあったら報告するわね。その時はまたよろしく、クライブ。ああ、いつでも言ってくれ。さっき関所で兵士たちが騒いだ。さて、そろそろダルメキア軍とのレアラー買い取りの交渉も終わる頃だ。うまくいっているといいが。取引が成立したらすぐにでも動かないといけない。こっちも支度を進めているが、今回の輸送はかなり規模がでかいからな。クライブ、あんたも力を貸してくれないか。もちろんだ。助かるよ、クライブ。俺はこれから改めてベアラーたちの移送経路を確認する。あんたは姉貴に取引の状況を聞いてきてくれるか。ああ、分かった。それじゃ頼んだぜ。今回は相手が悪かったんだ。諦めるしかないね。そう、気を落とさないで、エル。何か問題でも？ええ、今仲間から報告があってね。ダルメキア軍との交渉は失敗に終わったって。ベアラーたちは銀霊商団が買い取ることに決まったそうよ。私たちが提示していた額も決して安いものではなかった。でも彼らはその倍の額を提示したらしくて。こんな状況だから軍も金が必要なのはわかるけど。最後に覆されたか。悔しいわ。あと少しだったのに。どうしたんだ、クライブ。随分と話し込んでいるようだな。テオドール、実はね。この話は俺たちで進めてた話だろ。なんで銀霊商団が割り込んできたんだ。どこかで耳に入ったんでしょう。大掛かりな取引だったもの。とにかくこのままにはしておけない。今から銀霊商団に直接掛け合ってくる。クライブ、立ち会ってくれないかしら。構わないが。ありがとう、いつも助かる。ランデラ関所の近くに彼らを呼んでおくわ。現地で落ち合いましょう。テオ、あんたはカシロクで受け入れの支度を進めておいて。仮にこの取引が失敗しても今後のベアラー保護で役に立つから。また魔物が出ないかしっかり確認しておくのよ。おい、姉貴。この先のことなんて後で考えりゃ。もしかして姉貴は銀霊商団の誘いを断るつもりなんじゃ。それならそれでまた一緒に運び屋を続けられるから俺としては嬉しいけど。でも姉貴が呪縛に囚われてるままだとしたら、いずれは何とかしてやりたいし。テオドール。やめやめ、考え事は一旦後回しだ。姉貴がああ言ったんならこっちも腹をくくらないと。それじゃあ早速今後に向けての支度をしておくか。俺は仲間と一緒にカシロクに行って整備を進めるよ。クライブ、すまないが姉貴のこと頼む。よく無茶しちまうからしっかり見ておいてやってくれ。ああ、分かった。
ランデラ関所の近くか。俺も向かうとしよう。なったら関所を越えられるんだよ。ありがとう、アンブロシア。エルイーズ、待たせたな。銀霊商団の連中は？来たわ。わざわざ呼び出して何の用だね、エルイーズ。とぼけないで。ベアラー買い取りのことよ。あの取引は私たちと軍の間で行われていた。それを横から奪うなんて。何を言うかと思えば、あれはもともと我々が目をつけていたもの。お前の商談入りを祝おうと運び屋の最後の仕事に花を持たせてやるつもりだったが、入団しないのならその必要もなくなった。考える時間が欲しかっただけ。約束を保護にしたわけじゃないねえ。あなたたちからベアラを買い取らせてもらうことはできないの？それは無理な話だ。あれからすぐに買い手が見つかり、ベアラたちは顧客の手に渡ったからな。すでに我々の持ち物ではない。その顧客というのは？外大陸の商人だよ。バリスゼアと外大陸では文化が違うようでね。ベアラーの輸送中も食事を欠かさず、身なりも整えるよう指示を受けている。まったく面倒なことさ。それは本当なの？ああ、本当だと思う。嘘をつく理由もないだろう。ベアラーたちも外大陸に買われる方がマシな暮らしができるかもしれんな。分かったわ。そこまで動いてるなら今回の件は諦める。でも入団の話もなかったことにさせて。そうか、残念だよ。残念だったな。今回の失敗は私自身が招いたことだわ。みんなには黙ってたけど、ベアラーの状況を先に掴んでいたのは実は銀霊商団の方だったのよ。彼らは混乱に乗じて軍の内部に潜り込んでる。そこで知ったみたい。ちょうどその頃入団を誘われてた私は誘いに乗るふりをして近づいた。そして先に軍に交渉を持ちかけたの。そうだったのか。商談には気づかれてたみたいね。私が本当は入団する気がなかったことも。
脇を固めきれなかった私の失敗。もっとうまくやれていたはずなのに。エルイーズ、ベアラーたちが不自由なく暮らせるなら、私たちが無理をして保護する必要はない。分かってはいるけど、私の手で自由にしてあげたかった。エルイーズ、大変だ。カシロクの仲間から知らせがあった。村の奥に凶暴なドラゴンが出たらしい。テオが応戦してるそうだが、早く助けに行かねえと。なんてこと。エルイーズ、俺が行く。クライブ、テオお願い。なんだか嫌な予感がする。私たちもすぐに向かうから。テオドール、よし、行こう。行け。ここからは歩こう。テオドールは村の奥だ。あっちにはエーテルダモリも出てるってのに、テオドールのやつまだ戻ってこねえ。頼む、早く助けてやってくれ。すぐに向かう。どこだ。これでは魔物も明石屋に。
早くテオドールを見つけないと。こいつはドラゴンがアカシアに。まずはこいつを倒さないと。テオドール、よく無事で。その姿は…俺は…ベアラーだから少しくらい…いけると思ったけど…エーテルだまりに…長くとどまりすぎちまった。さっきのドラゴンが思いのほか強くてよ。でもさすがシロだ。あのデカブツを倒した。これで
みんなの村に。テオドール。ありがとう、クライブ。少し落ち着いたわ。あいつは勇敢だった。ドラゴンを相手に最後まで。テオドールはきっとあんたのために戦い抜いたんだろう。私のために。私はあの子の思いを無駄にしてしまった。テオドールの思いか。あいつはあんたに商人になってもらいたかったようだ。そう、私が商人を諦めたことをずっと気にかけて。エルイーズ、聞かせてくれないか、あんたたちのこと。私たちはカンベルの商家の子として生まれたの。それなりに名高い家だった。両親は私に商人としての気質があると見込んで、あらゆる教育を受けさせた。でもテオは違ったわ。テオが15の時、ベアラーだったことが分かったから、両親はテオを憎んで役所に突き出そうと。だから私はあの子を連れて家を出た。それからずっとベアラーの保護を続けているそうだな。テオドールが心配していた。自分を助けたことでそれに縛られているんじゃないかと。だからその呪縛から解放してやりたいと。正直に言えば何度か考えたこともある。あの時テオを助けずに商人の道を選んでいたら、私はどんな人生を歩んだんだろうって。それでも後悔はしていない。弟と一緒に暮らせたことが何よりも幸せだった。テオの笑顔を見るたびに助けてよかったって本心から思えてたの。でもテオはずっと負い目に感じてたのね。私の方こそ
あの子の呪縛になっていたのかもしれない。テオドールはこうも言っていた。姉貴に助けられてからずっと幸せだった。これからは自分の人生を生きてほしいとな。あんたたち兄弟は呪縛になってなんかいない。互いに自分の人生を歩み、互いに思い合っていた。きっとそれだけだ。ずっとずっと二人で生きていきたかった。テオといるだけで私は良かったのに。テオ、テオドール、このまま運び屋を続けるわ。きっとテオも分かってくれる。私は運び屋という仕事を通じて人を救うことに心から喜びを感じてた。だからこれからもそれを続けていく。いろんなものを運んで多くの人を助けて、たくさんのベアラーを保護していく。私が何かを運ぶことで人々を笑顔でいっぱいにしたい。あの日のテオのような笑顔に。それが私の生き方。これまでもこれからも。そうか、俺もあんたに協力する。これからもずっとな。ありがとうクライブ。私と今は亡き我が弟から心より感謝を。これは閣下、不死鳥教団に御用向きでしょうか。確かお前たちはアルテマの調査をしているんだったな。何か分かったことは。いえ、お伝えするほどのことは。そうか。アルテマは我々の歴史に深く関与していると推察されます。そのため各地の伝承から遺跡まで多岐にわたって調査しているのですが、なかなか。空の文明の遺跡まで調べているのか。ええ、フェニックスゲートをはじめとしてアルテマの痕跡は遺跡にも見られます。我々にとっても重要な調査対象なのです。なるほど。閣下も興味がおありの様子。よろしければ少々お力添えをいただけるでしょうか。行ってみろ。現在クジェトフという村を調査しています。空の文明の遺跡を礎に作られた村で我らの一翼を派遣しているのです。間もなく報告書がまとめ上がる頃合い、お急ぎでなければその調査報告書を回収していただければと。いいだろう。感謝いたします閣下。調査を進めているクジェトフはこのタボールから道なり、タイタンの通り道を進めばじきにたどり着けましょう。わかった。どうかお気をつけて。不死鳥の炎の絶えんことを。
遺跡を礎に、まるでロストウィングだ。ご苦労様。これは。物の仕業。生き残りはいないのか。すぐに片付ける。
シバ、そこか。見えた。遅い。そこか。終わったようだな。教団の者たちか。旅の方、助かりました。お前たちは。おや、そのブローチは雄筆様の。失礼いたしました。クライブ閣下でございましたか。動く異物が現れ、調査が滞っていたのです。ですがあなた様のおかげで無事に完遂できました。無事にだと？仲間が何人も死んでいるというのに調査を続けていたとは。なぜ止めなかった？我々の使命はアルテマについての調査、故にそちらを優先したまでのこと。死んだ者たちはそれで納得するとでも？ねえ、彼らもまた最後まで使命を全うしたのですから。閣下、ここに参られたということはご用件があったのでは？ああ、シリルに頼まれて調査報告書の回収に。でしたら雄筆様にはこちらをお渡しいただけますと。我々の使命はすべて大義のため、不死鳥の炎の絶えんこと。命を犠牲にしてでも使命を全うする、それが大義だと。ともかくタボールへ戻ろう。閣下、お戻りになられたようで。ああ、教団員から調査報告書を預かった。渡しておこう。陳謝いたします。アルテマの痕跡を得ることができればよいのですが。クジェトフでは教団員の一部が犠牲になった。仲間が襲われている間も他の者は調査を優先したそうだ。お前がそう命じたのか？いえ、彼ら自身が選択したこと。大義のためならば命を落とすことも厭わない。教団員は皆
それを受け入れております。その考えを改めることは、これは我が不死鳥教団に古くより伝わる信条であり教理、閣下あなた様が何を命じられたとしても決して覆せるものではございません。宗主の命を果たすことこそ我らが使命、そして不死鳥教団のあるべき理由なのですから。教団のあり方に口出しできないことは分かった。だが一つだけ聞いてくれ。俺は人命を犠牲にしてまで主命を優先すべきだとは思わない。調査するにしても護衛をつけるなどやりようはあるだろう。ジョシアがいかなる世界を目指しお前たちに命を下したのか、それを今一度考えることだ。閣下の助言しかと受けたまわりました。我々は根性の宗主ジョシュア様を信仰しております。我ら赤翼の徒はたった一人の主に従いその命を全うする。ご理解ください。あなた様がナイトとしてその席を全うするのと同じことだと。そうか。では閣下どうぞ大義を見失われませんよう。悪い奴らなんて。よう、クライブじゃないか。ルボル、あれから住民たちの様子はどうだ。うまくいっているのか。なあ、おかげさまで。コンラート率いる自警団とナターリエが束ねる支援団、急ごしらえの割には野党の襲撃にも対処できてる。ほんと、あんたらに一芝居打たせた甲斐があったぜ。おじちゃん、聞いて、ルボルったらすごいんだよ。みんなを仲直りさせたからダリミルの市長に選ばれるかもしれないの。候補の一人として俺の名が上がってるってだけさ。でももし市長になれたらもっと多くの孤児を救えるかもしれないな。そうだクライブ、あんたに頼みたいことがあってよ。どうかしたのか。実は支援団が確保してる食料や物資のことを野党どもが嗅ぎつけたみたいだ。そいつを奪うためにバラバラだった連中が手を組み始めた。まるで野党連合さ。奴ら日に日に大きくなってやがる。悪い奴らがどんだけやってきても町のみんなで倒すのに。そうだよねルバル。まあな、しばらく平気だろう。だがいずれは手に負えなくなるかもしれない。そうなったら多勢に無勢、自警団と支援団が協力したって数で負けちまう。だから今のうちに一つずつ潰すことにしたんだ。そこであんたにも野党の討伐を頼みたくてな。もちろんちゃんと礼はするぜ。引き受けてくれるか。いいだろう。助かるぜクライブ。あんたなら楽勝で片付けられるだろう。野党どもの居場所はビクトルが詳しい。砂漠門あたりにいるだろうから話を聞いてもらえるか。ああ、分かった。ダリミルの首長って何する人なの。野党連合か。ビクトルに話を聞いてみよう。ビクトル、まだこの町にいたんだな。おお、シドじゃないか。もうコストニセ難民街に戻ったのかと。ちゃんと戻ってるぜ。ただ
最近はこの町にいることが増えてな。野党討伐を手伝ってるうちにこの町に愛着が湧いてきちまった。それにルボルや自警団の奴らにも頼りにされてるしよ、ほっとくわけにもいかないだろ。そういうことか。それで今日は何の用だ。ルボルに野党の討伐を手伝うよう頼まれてな。あんたから話を聞くよう言われたんだ。おお、そうか。ちょうど自警団の連中と段取りを決めるところだった。町の周囲に野党どもがたむろってやがる。連中が野党連合に合流する前に撃退しようと思うんだが、あんたが力を貸してくれるなら心強い。俺はどこに向かえばいい。そうだな、ではベルクロイ川の岸にいる奴らを頼めるか。わかった、すぐに片付けよう。少しばかり群れても野党は野党にすぎん。どんときやがれ。よし行こう。ビクトルが言ってたのは奴らか。一気に片付ける。おいお前ら、あいつ第2ビルの傭兵じゃねえか。やっちまうぞ。ふっ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 ありだ。片付いたな。シロ、無事か。おお、野党ども撃退してくれたようだな。ああ、だがどうしてあんたもここに。ちっとばかりまずいことが起きた。急いで町に戻ってほしい。何があった。町の奴らが大騒ぎしてる。ルボルがベアラーだったって。どういうことだ。ああ、自警団が野党を撃ち漏らして何人か町に入り込まれちまったんだ。その時ルボルのところの子供たちが襲われたんだが、ルボルが魔法を使って助けたんだよ。クリスタルを持たずに。クリスタルなしで魔法。そんなことベアラーじゃなければありえない。みんな驚いたさ。あいつはこれまで人として暮らしてきた。俺だってそう思ってた。だからあいつにそのつもりはなくても、みんなを騙してたと思われても仕方ない。確かにな。この先何が起きるかわからん。ひとまずあんたもルボルのところへ来てくれ。ああ、わかった。
まったく、やっちまったよ。とっさに魔法を使ったら、まさかクリスタルを忘れてたなんて。いつかはこうなると思ってたけどさ。ごめんなさい、俺たちが逃げ遅れたせいで。ごめんなさい。気にするな、バレるのが少し早まっただけだ。二人が無事ならそれでいい。見ろよ、ベアラー野郎だぜ。あいつ俺たちを騙してたんだな。いずれにせよ、このままにしておくのはまずい。とにかく住民たちを落ち着かせないと。こんな状態でまた野党に襲われでもしたら、守れるものも守りきれんぞ。急いだ方が良さそうだな。ああ、二人で説得して回ろう。俺は住民たちに片っ端から話してくる。シド、あんたは酒場へ行ってくれ。自警団のコンラートと支援団のナターリエを頼めるか。ルボルと親しい俺が行けば、かばい立てしてると思われかねん。だが、よその証人だと思われてるあんたなら、少しは信用してもらえるだろう。やるだけやってみよう。ルボル、今は下手に動かない方がいい。子供たちと一緒にここで待っていてくれ。わかった、すまねえな。やけにベアラーの肩を持つんだな。うちの店の前で騒ぎ。やつにまんまと騙され。取り込み中のようだが、少しいいか。なんだ、どこかで見た顔だが。確かファイアビュート証人団のアンダーヒラさんだったわね。ああ、ルボルのことで話がある。知ってるわ、ベアラーだったんでしょ。奴に騙されてたなんてな。危うく市長に押すところだった。ルボルはこれまで町のために働いてきたと聞いている。ダリミルがうまくやってこれたのは彼がいたからじゃないのか。どうせ人のふりをしてでかい面したかっただけだ。私たちはベアラーに従ってたのよ。許されることじゃないわ。人だろうがベアラーだろうが、ルボルがやったことは変わらないだろう。あんたと奴がどんな関係かは知らんが、これは俺たちダリミルの問題なんだ。口を出さないでくれるか。ダメだな、住民たちはどいつもこいつも話すら聞いちゃくれない。こっちも同じだ、まともに取り合ってくれそうもない。今は何を話しても無駄か。仕方ない、ひとまずルボルに状況を伝えよう。そうだな。ビクトルのやつ。クライブ、町のみんなはどうだった？ああ、それなんだが、やっぱり誰も聞いちゃくれないか。時間を置いて冷静になればきっと分かってくれる。なんとかして住民たちを落ち着かせよう。もういいさ、そこまで必死になることじゃない。ルボル、俺のお師匠が口癖のように言ってた。武器は嘘をつかない。お前が撃った武器はお前の鏡だ。自分に嘘をつくな、自分を信じろってことだ。お師匠も自分が撃った武器で殺されたくせによく言うよって笑っちまうけど、それでも自分を信じてる人だったから最後の瞬間は後悔してないように思う。だから俺も俺自身がいいと思ったことをする。いっそこの状況を利用しちまおう。ここで俺が悪者になればダリミルはさらに結束が強くなる。そうなれば
野党連合が襲ってきたってきっと負けやしない。俺は頃合いを見てダリミルを去るよ。嫌だよ、ルボルがいなくなっちゃうなんて。ルボルはずっとダリミルにいてくれるよね。俺がここにいちゃお前らにとっても良くない。それくらいはわかるだろ。バカなことを言うな。子供たちにお前が必要だろう。とにかく今は状況が変わるまで待つんだ。もういいんだおっさん。ああそうかい。お前にとってはこの町も子供たちもその程度だったんだな。なんだかバカらしくなってきたぜ。俺は何のためにお前たちのこと。ビクトル。おい好きにしろ。ルボル、このままでいいのか。仕方ないさ、他に策もないんだ。そうだ、野党退治は助かったぜ。ちゃんと礼は出しておくよ。さてと、旅支度を始めるとするか。何かあったらすぐに知らせをくれ。ありがとな、クライブ。